はい、こんにちは。今回はですね、Linux ではないんですけれども、React OS というですね、Windows とのバイナリ互換を目指した OS について紹介させていただきたいと思います。今回は React OS という OS について説明させていただきます。この OS、Linux ではありません。もちろんですね、Windows でも Mac でもありません。Windows とのバイナリー互換を目指す独自の OS になります。ホームページにあるですね、上部の About からギャラリー選択しますと、一覧がですね、表示されます。これだけ見てるとですね、Windows のクローンとしてかなり完成度が高いように見られます。ところがですね、実際の方はまだバージョンの方がですね、2020年の8月の30日の時点で 0.4.13 ということで正式版にはなっておりません。バージョンが 0.5 以上になりましたら、ベータ版という位置づけでそれなりに使えるレベルになる予定だそうです。まだ開発レベルですので、現時点での実用性を見るということではなくて、どのようなものを目指しているのか実際に触ってみてご紹介させていただこうかと思います。ダウンロードに関しては、こちらのホームページのダウンロード React OS 0.4.13 こちらをクリックしてください。するとですね、ページがダウンロードページに遷移しますので、ダウンロードブート CD こちらをクリックします。これでですね、寄付をしてくださいっていうメッセージが流れるんですけども、寄付をしたくない場合は、こちらのリンク、No Thanks ですね。Let's proceed with the download. こちらをクリックします。すると、ソースフォージのページに遷移しますので、少し待って、はい、ファイルを保存するを選択して、OK でダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルは、ZIP 形式で圧縮されてますので、ISO イメージファイルに展開してください。ダウンロードして解凍した ISO イメージファイルを使って、今回もですね、バーチャルボックス上で設定していきたいと思います。設定方法に関してはですね、いつも通りですので割愛させていただきます。では、バーチャルボックス上で起動しますと、まずは言語の選択ですね。ちょっと画面が小さくて申し訳ないんですけれども、このまま進めます。言語の方をジャパニーズにしてください。カタカナで書かれていますね。言語の選択、インストール時に使用する言語を選択してください。次にエンターキーを押してください。React OS セットアップへようこそ。このセットアップの段階では React OS オペレーティングシステムをコンピューターにコピーし、セットアップの次の段階への準備をします。これは Enter ですかね。React OS のバージョン状態。React OS は Alpha 段階にあり、機能が未完成で開発中です。したがって評価またはテスト目的でのみ使用することをお勧めします。日常的な使用にはお勧めできません。ということでですね、はい、続行ですね、エンター。はい、こちらがですね、確認ですね。以下のリストは現在のデバイスの設定です。このままですね、はい、エンターを押します。どこにインストールしますかということで、未分割のスペース、空きスペースですね、そちらの方にインストールしていきます。こちらもエンター。ファット形式でそのままインストールしますので、初期状態、初期カーソルの位置のまま、エンター。パーティションのフォーマット、これもエンターですね。はい、セットアップするには React OS のファイルを選択されたパーティション上にインストールしますということで、これもですね、続行ですね、エンター。ブートローダーのインストールですね。これも初期カーソルのままエンター。は
はい、Please select the operating system to start DirectOS。初期カーソル、はい。リアクトオフィスセットアップウィザードへようこそ。これは次へ。はい、セットアップですね。これも次へ。はい、地域の設定ですね。今日本になってますので、これもそのまま次へ。名前と組織名ですね。もうこれ Windows でよく見るレイアウトですね。アドミニトレーターとパスワードですね。パスワードは空欄でも大丈夫です。今回はスキップして次へ。で、タイムゾーンですね。はい。テーマを選ぶことができるみたいです。クラシック、ロータスですかね。ルナ、水。水にするとボタンが文字化けしますね。それ以外のテーマを選んだ方が無難ですね。うん。クラシックを選択します。はい。一般的な設定かカスタム。まあ、これは一般的な設定で次へ。はい。これもですね、初期状態で。はい。次へ。はい。完了でですね、コンピューターを再起動するみたいです。一応これ完了します。ただし、再起動してしまうとですね、バーチャルボックス上、あ、これですね、プレス、エニ、プレス、エニキー、あ、はい。これで再起動してしまったので、また、ISO イメージファイルの方を読み出して、またインストールの画面になってしまいましたので、一旦ですね、強制終了させて、ISO イメージファイルを除去してから、再び起動させたいと思います。バーチャルボックス上の React OS で、設定ボタンを押して、ストレージ、こちらですね。React OS の ISO イメージファイルが、表示されてますので、こちらの方をですね、割り当てを除去。これで React OS の ISO イメージファイルが除去された状態。実際のパソコンで言うならば、USB メモリ、インストーラーを引き抜いた状態と考えてください。OK。そして、起動。はい。React OS の選択画面です。Enter。はい。一瞬で起動しましたね。もう Windows 95とか、あ、今ようこそ Welcome 画面が出ましたね。はい。ドライバーを自動的にインストールするって書いてありますが、バーチャルボックス上だとうまく機能しませんので、こちらはキャンセルを押します。こちらもキャンセル。はい。こんな感じですね。少し画面がちっちゃいので、右クリック、プロパティで出るかな。設定。あ、もう Windows の、古き良き時代の Windows の設定画面ですね。これを少し大きめにします。1280×1024 ぐらいにしておきます。適用。あ、これでいいかな。はい。OK。バーチャルボックス上の画面もフルスクリーンモード。はい、これで、はい、メニューも表示されましたね。はい、ではですね、アプリケーションについて見ていきます。スタートメニューから、プログラム、アクセサリー。拡大鏡とか、ペイント、メモ帳、ワードパッド、電卓。ゲームだと、マインスイーパーかな。あと、スパイダーソリティア、ソリティア。スタートアップ管理ツール。そんなに多くはありません。例えばですね、ペイント。そうですね、普通に使え。テキスト入力は、あ、日本語入力、そうですね、IME が入ってないみたいですね。日本語にはなってるんですけども、表示だけで、インプットメソッドの方が入ってないので、日本語入力はできない状態ですね。あ、あと、文字の太さも変えられない。外観は完全に
フェイントなんですけれども、一部機能が実装されていないみたいです。はい、他にもメモ帳。まあ、普通のメモ帳ですね。シンプルな Windows のメモ帳です。まあ、当然ながら日本語入力できませんので、はい、こんな感じですね。電卓なんか。はい、普通に動作しますね。点キーでの操作にもちゃんと対応していますね。うん。電卓は普通にいけるみたいです。あと、そうですね、ソリティア。懐かしい感じがします。うん、普通にソリティアが楽しめますね。補助ツールとして、拡大鏡。あ、普通にいけますね。拡大鏡の方は、こんな感じで持ってって、はい、こういったツールも使えますね。うん、こちらはいい感じで動いてくれています。ゲームの方はこれだけかな。個人的にはピンボール入れて欲しかったですね。Windows、Microsoft ピンボールが入ってれば結構面白かったのになって思います。あとは、ブラウザーは今は入ってないのかもしれませんので、こちらにですね、ReactOS アプリケーションマネージャーっていうのがありますので、こちらをクリックして、データベースを更新しています。そして、あ、こんな感じでアプリケーションのインストールができるみたいですね。Windows だとですね、Exe ファイルをダウンロードしてきてダブルクリックするっていうやり方なんですけれども、こちらの ReactOS はですね、あらかじめカテゴリーされている、こういったパッケージ管理ソフトがついてるみたいですね。嬉しいですね、こういう方が。インターネットとネットワーク。Firefox がありますね。もちろん Firefox。これでダブルクリックでダウンロードが始まって、展開されて、はい。インストーラーが起動します。まあ、残念ながらですね、英語の Firefox みたいです。Next、Next、インストール。で、Finish。で、お気に入りとか履歴とかをインターネットエクスプローラーから取り込みますかですか ?Don't import anything. Next。これで Firefox は起動します。何やらですね、古い感じがしますね。この Firefox の外観見てると、古い Firefox の感じがしますね。これはなぜかはちょっとわからないです。48.02 か。今の Firefox はこんな感じですか。うん、外観からして全然違いますね。これダウンロードすると、古い OS を使用しています。2020年8月30日の時点で Firefox 52.9 が最新みたいですので、かなり古いですね。ちなみにこれ、セーブファイルにして、フォルダを開いて、あ、はい、FetchUp Wizardがダウンロードされてますね。こちらをダブルクリックしたらどうなるんでしょうか。まず展開されました。あ、日本語のものが、はい、次へ。標準インストール、次へ。閉じる必要があります。まあ、ちょっと、まずは、Firefox を、閉じます。そして、OK。次へ。で、更新。ん、起動してくれないですかね。メニューには、プログラムの、Mozilla Firefox。反応してくれないみたいですね。Exe ファイルをダブルクリックしてインストーラーが起動するまではすごく期待ができたんですけれども、起動してくれません。ここら辺はまだですね、ベータ版にもなってない開発版ですので仕方ないのかもしれませんが、
パッケージ管理システムからインストールするのに、もしバージョンとかが古かった場合、最新のバージョンをインターネットからダウンロードしてきて、ダブルクリックでインストールすることができるのであれば、かなりですね、面白い OS になるんじゃないかなと思います。ちょっと今回は残念でしたね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は React OS という OS について紹介させていただきました。まだベータ版にもなっていない開発版ということで、日本語入力はできないですし、一部機能が未実装なところもあります。また動作も不安定なところがありました。現時点での操作性に関しては Windows の操作性、 Windows のユーザーインターフェースと相当近い形になっていますし、かなり軽量です。 Windows よりも軽量だと思いました。ですので、いつになるかわかりませんが、正式版が出た時にはですね、かなり期待ができる OS だと思います。面白かった方、ためになった方はですね、ぜひともチャンネル登録と高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。